はい女性保管計画です、えー、神戸のね1980年代神戸サブカルマップっていうので、ねえー、このシリーズ三宮駅で降りててくってくってくって元町を通り元町から高架下を通り今、えー、神戸駅に来ました神戸駅に来るんですけどここでの思い出というと これは三宮っったかどっちやったかかどちわんけどあでも神戸のここら辺の神戸駅の辺りにもう今全然、ね、あの震災で完全にハーバーランドっていうのができて完全に変わってしまった一番変化の激しい場所だと思うんですけどねハーバーランドハーバーランドで楽しいなーってねあの好きなんですけどねあの震災が終わってねあ震災のあとだったよねうんちょうど自分はあの結婚してる時代で子供とか連れてね ハーバーバランドよ行くとあのおばあちゃんね、まあ、自分の母親とかも「ハーバーランド何でもあるよ何でもあるよ何でもあるから」みたいな感じでね子供とかもそこでいろんなおもちゃを買ってもらったりとかまあ自分も去年あ去年じゃない2年前に日本に帰って帰国した時に、うん「ハーバーランド」あたりは本当いいなっていうかねうんいいと思いますはいなんですけどその時代ってもう全然違ってて このなんかね神戸駅前のねここら辺に映画館あったんだよで「バルディオス」ってアニメ「バルディオス」「なんとかバルディオス」って映画がここであって結構朝の5時ぐらいからほらあの昔先着何名様にはポスターがつくとかなんかちょっとなんかクリアファイルがもらえるとか,なんかそういう特典があったんですよ今でもあるのかもしれないけど映画「風霧」の時にね。 朝5時とかに出かけてってね待っててうん、うん、待ってたなここで見,見たここでねバルディウス見てあとなんかねそうねだからほら1980年代の頭って、あのー、自分の世代よりかは5歳上とか下手すら10歳上とかになる世代の話なんだけど庵野秀明さんとか だからあの島本和彦が漫画で描いた青い炎の時代のあの熱いなんていうのオタク文化がはじなんかの才能が花開いたねいやもうまさしくあれですよ「大根3」とかそこら辺の話ですよ「大根3」とかの実制作アニメみたいなのがちょうど出始めた時代で大阪にい自分がねその。 大会とかにはね、行って SF 大会 SF なんとか大会やねなんか雑誌で見てあ行きたいなと思ったけど行ってはないけどもそれに似たような同人誌の販売会みたいなそのだから東京の晴海みたいなレベルじゃないんだけど神戸での同人誌とかちょっとしたコスプレラムちゃんの格好してる人がいるとかねまあドキドキしたけどね色も,もうそういうのがね この神戸市の駅前のなんか、なんとか産業ビルとかで行われてたような気がする。自分、あと三宮でもあったかな、新聞会館のあたりかなんか、そごうの隣とかだったかな、なんかそういうのがあって、そういうのにちょっとね、中学時代に出入りしてた、出入りしてた時代がある。うん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 、なんか、 でで同時に販売してたね今でもやってんのかなだからそういう意味で考えたら神戸ってだから今その震災後なんかもう何お店とかがどんどんなくなってなんか昔はなんかロックの街だったみたいな感じなのがどんどんセ,センタープラザとかさアニメオタクの街になったみたいな感じもするんだけどもっともっとソイソヨってなんか大阪神戸ってあるんだよねあのアニメポリスペローとかっていうのもなんかほら 自分も小学校から中学校にかけてとかなんか大阪まで行ってね梅田まで行ってないろいろ買ったりサイン会とかも出てたりしてたんだけど今度またその大阪シリーズっていうのもね大阪はあんまり神戸ほど自分詳しくないかもしれないけど神戸もあんまり詳しくないかもしれないけどあの語りたいと思ってるんですけどなんかねそういうコミケとかやってたやってたんだ。 なんかそういう情報とかって今どっかに残ってんのかね。うん。それやってない人たちどうやってやるのかなもう60歳とかになってるよね。五十もう自分5自分から見て先輩やったからね、完全に。自分中1とかでそういうとこに出入りしてて、大学生とか、やっぱね、大学生とかの人たちがやってたから、今60歳とかになるんだよね、多分ね。ね。どうしてんのかなそういう人たちって。 元気なのかなで、神戸駅出て、こっからね、港川神社とか行くのかな昔だからハーバーランドとかなかったからね。ここテクテク歩いて、やっぱね、次目指、ああ、でもここで行くんやったら、やっぱり大倉山図書館に行かなあかんかな大倉山図書館に行くんだよね。このいい図書館だよな。 大倉山図書館ってこっち、北に向かってね。いや、そうやね。この道筋で行くと、まず大倉山図書館行くわ。てくてく歩くんだよね。ここを歩いて、神戸文化ホールとかを、だから、こう、ちょうど神戸駅から北に向かって歩いて行って、 で、中央体育館とか神戸文化ホールってなんかまあ不思議な建物やったよね。ここを曲がって通って中央図書館に大倉山の中央図書館に入るんだ。でここもいいところでねよくね学校サボってね一日中大倉山図書館にいたりしたね。えなんかほら食堂とかってね割と安いんだよね。なんか定食みたいなのが400円とか500円とかで。 その当時ね80年代えて、ね、学校サボってよく行ったな受験結構ね静かな図書館だから勉強にも向いてるし勉強あのね受習してここでいろいろ自分は受験の追い込みほとんどここでやりましたねだから家にいるとね親とかうるさいしなんかおうるさーいようっていつもの夫婦喧嘩してるような家庭やったからねなんか集中したいなと思うと 出ましたわ結構受験の追い込みとかもねなんか自分とかなんかまあ別にブイ油でもなんでもないんだけど大学の11月の模試で E 判定食らってその2ヶ月後受かってまあ共通陣突破して E 判定からなんか現役合格したような感じで最後の追い込みむっちゃしたんですけど。 特にあの、まあ、数学とかね国語とかそこら辺英語とかはじあ,のあれ変わらへんけどだからあの理科と社会な世界史とかあとか、うん、そこら辺もものすごいここでなんかノートを作ってねそうそう三宮の純駆動で買ったロットリングなんかロットリングでね細かい字でも完璧になんか自分なりの 参考作ったらみたみいなな感じでねなんか作ったやってたね年表書いたり地図書いたりとかねロットリングでなんでロットリングで勉強せなあかんねって感じかもしらんけど作ってたわ修正期で消したりしてな面倒くさいんやけどで,でこの中央図書館もねレコードとかも置いてあるんだなレコードとかも結構在庫あって視聴もできるし だから受験勉強してても気分転換もばっちりみたいな。で映画の本とかも結構あったね。なんかここではあそうすむっちゃ映画の本はここで借りたりしたわ読んだわ。特にね高校3年生の時になんか映画のファンになったんですよね哲学とかもそうだったんだけどなんかあのなんだろうな,なんフランスのノーベルバーグだとかイタリアの。 ネオレアリリアアズムだとかあとかあメリカのニューシネマみたいな感じでアメリカのニューヨークのほら実験映画系ジョナス・メカスの本だとかもう置いてあったんだね置いてあってそこで読んだであとねまあイングリッド・バーグマンの辞典とかねマイ・ストーリーとかもここにはあってだから普通本屋とかにも置いてないのね在庫でね立ち読みもできないからここの図書館行くとそういうのがずらっと揃ってるから 結構ここでそういうの読んで、あと3階に行くと、あの、一般の職には出していないなんかマイナーな本とか、あと新聞の縮冊版とかも置いてあったのかな。うん。でそれをなんか資料番号とか出して、要求、あの出してコピーしてもらったりもしてたな。うん。 なんかね大倉山図書館って結構気分あと後ろに大倉山の野球場って今もあんのかなでふるさとの森とかってこう緑のある場所でねいい場他に大きな緑のある場所でねまあちょっとあるけどね結構都,都市の中で緑にまみれる緑にまみれるっていうかねそういういい場所でうん。 だから結構これコースやったな自分ね。だからハックルベリーでレコード買って、高架下通って、大倉山図書館行って、大倉山図書館でちょっと勉強したりとか、調べ物とか、本を読んだりして、それからちょっとなんか大倉山公園の、このね、中でなんか、なんか寝転んだりとかしてね。うん。ひなたぼっこしたりとかね。ぼけーっとしてね。 うん、いい思い入れだなあ。うん。はい。大倉山書館いいですね。はい。続く。